NHK スペシャルの映像誌ワイルド東京を見ました。これはタヌキとかカラスとかネズミとか東京に生息している動物を2年間追って綺麗な映像で見せる番組で、よくそんな瞬間撮ったなって映像がバンバン出てくるんです。だって野生のタヌキが電車に轢かれそうになる瞬間撮ってるんですよ。それも置いといた定点カメラで偶然撮れたんじゃなくて狙って撮りに行ってるんです。もうやってることほぼ文集なんですよ。ああ、この番組はこうやってタヌキ追っかけまくっていろんなタヌキ目線の映像を見せてくれるわけやねと思ってたらね、まだまだすごい映像出てくるんですよ。だってね、お稲荷さんにお供えされてるおまんじゅうを狙うタヌキをおまんじゅう側から撮ってるんです。まさかのおまんじゅう目線なんですよ。え、タヌキ追ってたんちゃうの？おまんじゅうのとこでタヌキ待ってたん？そうなんです。これてっきりタヌキが主役、人間が敵の実写版平成タヌキ合戦ポンポコかと思いきや、ほんまはおまんじゅう主役のタヌキが敵なんです。いや、僕さっきタヌキに肩入れし始めたところっすよ。てか、そもそもこれずっとおまんじゅうの後ろでカメラ構えて待ってたん？忍耐力えげつな。もはやおまんじゅう東京やん。タヌキ来るの待ってる時どんな気持ちなんよそれ。毎日どういう気持ちで家出てるんよ。今日もおまんじゅうかって思いながら家出んの？ほんでずっとおまんじゅう撮ってるんでしょ。おまんじゅうのゲシュタルト崩壊起きません？それその後もカラスに持ってかれるベランダのハンガー目線とか、カラスに狙われるゴミ袋の中の肉片目線とかもいろいろ出てきて、まあとにかくすごいんです。だから映像誌って言ってますけど、実際はゴリッゴリの体育会系の根性で撮ってきた映像なんすね。